こんにちは、みずきです。今回は最近買ったアイシャドウを使ってアイメイクをしていきたいと思います。はい、ということで今回使っていくのがこちらです。インテグレートトゥインクルバームアイズ BE281 番です。はい、こちらはこの前のドラッグストアの購入品でちらっとね紹介したものになります。こんな感じのクリーム系のアイシャドウです。でこれ動画で紹介した後に普段のメイクで実際に使ってみたんですけど、結果から言うと本当に買ってよかったです。こういったクリーム系のアイシャドウってね、時間が経つとこう二重のところに溜まってきたりとかもするんですけど、これに関しては一日中使っても全然そういうことがなかったです。なので今のところクリームタイプのアイシャドウだとこのインテグレートのトゥインクルバームアイズが一番好きです。で実際にこう塗っていくと全然ベタつきがなくてサラッとした質感になるので、私的にそこがすごい好きです。でもちろんね粉落ちとかもなくて長時間崩れにくかったので、これはねすごいおすすめしたいなと思って単体で動画を撮ってます。ということで実際に使っていこうと思います。まずこれを指にポンポンと取って、全体的にこんな感じでのせていきます。こうスライドさせて伸ばすよりも全体的にこう叩き込んでいった方が綺麗にのります。少しだけビューラーマスカラをします。でリップはこちらジルスチュアートリップブロッサム46番を使います。はい、全体的な仕上がりはこんな感じです。はい、という感じで今回はインテグレートのトゥインクルバームアイズを使っていきました。私あまりねクリーム系のアイシャドウは、まあ、好んで使うことはないんですけど、これに関してはね全然クリームっぽさがなくて、まあ、しっとりはしてるんですけど粉落ちがないくらいのしっとりさで、実際にこう塗っていくと本当にサラッとします。で二重の線に溜まったりすることも全然なくて長時間崩れなかったのですごくお気に入りです。ラメ感とかもね全然大きくなくてすごい上品な感じで綺麗です。でこのカラーがね私的にすごくドツボなカラーで、ここ最近買ったアイシャドウの中で一番グッときてるアイシャドウです。本当に使いやすいので一つは持っててほしいくらいおすすめです。今日みたいに単色塗りでナチュラルに仕上げることもできますし、ベースカラーとしても使いやすいし、ちなみに今日こっちの方の二重幅が本当に狭いんですけど、こんな感じの二重の時にもすごく使いやすいです。私がハマってる使い方としては、今日みたいな単色塗りにマスカラをせずにちょっと濃いめのリップを塗るのにハマってます。さっき塗っていった感じのちょっと濃いめのリップですね。まあ使い方としてはね本当にたくさんの使い方ができそうなので、またメイク動画の時に使おうと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では